はい、こんにちは。三宅模型三代目店主三宅和明と申します。今日はね、ここにこうドーンと持ってきてありますけれども、こちら、プラッツさんの方から出ました、BMAX の、12分の1ロータス QQT1987 モナコ GP ウィナーということでね、はい、12分の1の F1 ですよ。はい、で最近結構なんか12分の1ね、あのモンモデルさんだったりいろんなとこ出してるんですけれども、こちらの BMAX のシリーズではヴィンテージシリーズのナンバー1ということで、この、ロータスの QQT、セナがね、あのモナコ GP で初優勝した時のマシンですね、こちらの方が発売となりました。ね、本当にこれはね、イエローさんとね2022年の静岡ホビーショーで見てきてるんですよ。はい、そこで発表になって、え、何これマジでみたいな形で見てて、で発売にならなくてずっと待って、1年以上待ってやっとの発売です。はい、もう受注取り自体はね、確かねホビーショー戻ってきてすぐぐらいにしたんじゃなかったかな。うん、ほんとね、皆さんお待たせいたしましたという形で満を持しての発売ですね。はい、そういうようなもんで、まあちょっとね、あのプラッツさんのホームページの方から、もうねホームページのトップに書いてますね、発売が当初発表より遅れて大変申し訳ございませんと、はい、でカーモデルの BMAX からビッグな12分の1モデルはいよいよ登場ですと。シリーズ第1弾は日本のカーモデラーには見逃せない F1、 1987年ロータス QQT をモデル化と。しかもアイルトンセナのドライブで優勝家だった1987年モナコ GP 仕様ですと。キットはクラシックロータスチームのクラシックチームロータスの、協力も受けて、実写資料と当時の記録を参考に詳細に再現と。モノコックから、前後サスペンション最強の V6 ツインターボエンジンまでビッグスケールならではの表現が楽しみと。カウルは完成後の脱着も可能ですと。これ結構大きいよね。完成した後外せないとかになると寂しくなるからね。セナのモナコ GP 初優勝の記念すべき1台はじっくり作りたい注目のキットですというふうにね、ホームページの方にも書いてございます。はい、でね、まずね、もう箱絵やばいよね。かっこいいよねこれね。ね、ホンダの V6 ですよ、V6 ツインターボね、左右にこう強いね、すごいね、綺麗だね。シンプルだね。うん。今日これでもあれでしょ、アクティブサスのね、コンピューターついて何やってってやってた時代だよね。うん。早速開けてみようかと思います。ロータス。はーい。じゃじゃん。やっぱいい大きさだね、これね。かっこいいなあ。あ、何これ。エンジンのここ一発抜きだって。びっくりした。こんな形一発抜きしちゃうんだ。へえ。ね、ホイール入ってね。アンダーカバー入って。はい。クリアパーツもついてます。あ、ほっほっほっほ。これタイヤは多分、これちょっと開けてないけど、これタイヤでしょ、うん、どう見てもでタイヤウォーマーに車去ってるけど、パーツボックスってことでね、ツールケースの柄の入った、ちょっといいね、こういう遊び心、粋ですね。うん、ね、いろんなこうね、スポンサーデカールベタベタ貼ってあ、この辺ね、エアインテークのあたりだったりとか、はいはいはい、あ、ここの横のエアインテークとか一体で出してくれてるんだ。そう、ボディあんまり歪まないよね、こういう強度が出る感じでやってくれたら。うーん、あとこちらの方もね、わ、細かいパーツ、はい、入ってます。ここ辺はね、エンジン周りだったりなんだったりになってくるのかな。あ、これもカウルとかカバーとかで、ここにエンジンが入ってます。はい、自分がね思ってたよりも結構パーツはすっきりしてる印象はあります。
はい、その分やっぱり強度は出るのかなと思う。あ、これの中多分あれだ、サスだ、サスの、サスの部分だ。今ランナー見た感じ入ってないのな。うん、でね、デカールとシートベルトとかね、布素材でついてますね。え、何これ、別なところで出すの。12分の1のセナ、その時のなんかこっちらしゃいってた、ほら期待が高まりますね。そうですね、カラーチャート、あ、デカールだね、デカールの場所ね。キャメルのマーク入ってたよね、今載せられないんだよね多分。あー、そういえばキャメルイエローだもんね。そうですね、ね、ええ、今ちょっとあのタバコのデカールとかが非常にナイーブな形になってて、あのキットに入れて販売はできないんですよ、うん、はい、プリンターから作るか、うん、はい、そういうような形でやってみるのもいいかと思います。これ実写写真だな、はい。でこちらが説明書、説明書もねしっかり日本語できっちり入ってますので、はい、見やすいかと思います。あーね、一番最初インフォメーションちゃんとこの車体の説明がねきっちり入って、はい、で、あ、後ろ、一番後ろのところにパーツリストが載ってますね。あ、結構ネジ止めするんだ、まあ、そうだよね、強度出た方がいいもんね。これネジ止めで作っていくのがありますね、うん、で、まあ、後ろのところにね金属パーツ、赤くなってるのが金属パーツかな、はい。ね、F1 とか長期飾っておいたらね意外と歪んできたりとかね、大きいものだとしちゃうので、はい、そういう部分で言うとサスペンションの部分とかもねかなりこうネジ止めで基部の部分とかは金属パーツ使ってるんですね。エンジンの組み立て、ダンパーの組み立てと、それをやっていってね、こう足回り組んで、はい、でそれをこうだんだんとねシャーシの方にこう組み込んでいくような形で作っていきますね。ボディーパーツ系は結構最後の方になるのかな。モノコックの部分を組んでって、で、ね、シート入れてフロントサスペンション作って、フロントアップライト、うん、アップライトの取り付けっていう感じでやっていきますね。これエンジンだけで飾っといてもかっこいいんじゃないの。っていうかこれカウル締めたくなくなるよね多分なんか展示とか凝りたいよね。カウル別に置いてとか宙に浮かした状態で飾ったりとかしても面白いかもしれない。で F1 ってこのねちょうどやっぱりセンターのところにさこの小さいエンジンがあって、それがもうね、エアインテークだったりね、マフラーの方に行ったりとかでこう真ん中から分かれる感じでね、シンメトリーなこの構造っていうのはすごいなんかかっこいいよね。センターレイアウトだからね、うん、最後の方にこうボディをね組み立ててつけてって完成ですよっていうタイプになります。はい、今 F1 とかこの辺ってねどうしてもこのスポンサーデカール取ったりとかなんとかっていうのすごい大変になってきてるから、なかなかねキット化に恵まれなかったりとかあるんだけど、うん、それでもねこんなにいいものがかっこいいもの出てくるとやっぱりおーってなるね。しかもロータスの一番 F1 が扱った時代じゃない、うん、工業製品、まあ、車とかね、うんうん、こういうのって、うん、やっぱり性能のいいものは、うん、あの美しい、あはい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 、はい、っていう風に思いますよね。あら、こういうこれを見ると改めて、うん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 、ぜひね今ね昔のあの20分の1の F1 のプラモデルがめちゃくちゃ流行った時代とかもあったんだけど、そういう時とかね、12分の1の F1 もタミヤさんもね、なんだ、フェラーリだったりとか、それとか、ウィリアムだったりとか、FW の14とかも出してたんじゃないかな、うんうん、この辺とかも出してたけど、ね、当時ロータスはやっぱ12分の1なかったので、ね、この、QQP とかはね、うん、あ、これはね、やっぱりね、当時熱く見てた人たちは、ね、これは結構グッとくるんじゃないかな、うん、はい、やっと出た、やっと出たロータス QQT、 ぜひうちもね店頭ではちょっと多めに在庫持ってございますので、見に来ていただければと思います、はい、よろしくお願いします。
はい、ミヤクモ系では各種 SNS、やってございます。それからね、 YouTube も高評価チャンネル登録いただきますとモチベーションも上がりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あとね、ライブ配信も不定期ではございますがやっておりますので、遊びに来ていただければなと思いますね。ライブ配信はね、最近結構この1階の店舗からやってることが多いので、その時に質問とか投げてもらえれば、その場でキット持ってきてね、答えたりとかね、中確認したりとかもできるやもしれません。はい、若干酔っ払ってるんでスルーしちゃう場合もあります。よろしくお願いいたします。